じゃあ、りなっぴー、しんちゃん、今日の復習動画を送ります。しっかり復習動画を見て、新しい単語を覚えて、英、え、検、ー、語、級合格目指して、頑張るぞ今日やったこの、まず一番目。We have two ほにゃらら this afternoon.English and math. ここで出てくる単語。We っていうのは、私たちっていう意味な、覚えとくよね。We have. っていうのは持ってるっていう意味な。で、to っていうのは二つ。私たちは二つのホニャララを持っています。this afternoon で今日の午後っていう意味。で、その二つっていうのが english and math.english っていうのは英語っていう意味な。で、math っていうのは算数、数学のことやから、英語と算数、 二つ持っています。じゃあ、ここに入るのは、一番のデスクが、二番のフレンズ、三番のクラス、四番のオレンジーズ。どれかっていうと、一番はデスク、机やな、デスクス。フレンズ、友達やな。三番はクラスス、授業やな。四番、オレンジーズ、オレンジやな、果物。じゃあ、ここに入るのは、 English and math. 英語と算数のクラス。授業やな。We have two classes this afternoon.English and math.、えー、私たちは、This afternoon. 今日の午後。英語と算数の Two classes。二つの授業が have あります。持っています。っていう意味な。単語、しっかりいろいろ出てきてるけど覚えとくんやで。 次やったやつ、これ。my, mother, often, ほにゃらら tulips, at flower shop.my 覚えてるよな。私の、mother, お母さん。often っていうのはしばしばって意味。ほにゃらら tulips, at the flower shop.at the flower shop.flower shop.flower 花やな。ショップは店やから、花屋さん。at 花屋さんで。 私のお母さんはしばしば花屋さんでチューリップをほにゃららします。チューリップ、これな。ほにゃららします。じゃあ、ここ何が入るか。1番、プレイ。まあ、遊ぶとかスポーツをするっていう意味。2番、ティーチーズ。ティーチ、教えるっていう意味な。3番、c l o ズ e s clothes、閉めるっていう意味な。4番、バ buy イ、バイズ。買うっていう意味。 じゃあこの四つの中からここに入りそうなのは My mother often buys tulips at the flower shop 私のお母さんはオフンしばしば at the flower shop 花屋さんでチュ,チューリップを buys 買いますだから買うっていうこの四番の buy が入るで団子を振るんで play っていうのはする teach 教える close, 閉める buy, 買う。やで。しっかり単語を覚えていこう。次3番目。A さんが、Carl, do you go to school by bus? ほにゃらら ?by train? って言って、B さんが、by bus, Mr. Anderson? バスでやで、Mr. Anderson って言ってるな。Do you go to school by bus? ほにゃらら ?by train? 二つのものがあって、その中に入るものやから、これは、or が入ります。or っていうのは、バスか電車かっていう意味な。バス or train? バスか電車か。で、do you go to school? あなたは行きますか ?go to school. 学校に、by bus。バスで行きますか ?or、それとも by train。 電車で行きますかって A さんが聞いて、AB さんが、by bus. バスで行きます、ミスターアンダーソンってなるから、この OR が正解。バス r train。バスか、電車っていう意味な。覚えてくで。bat。ちなみに一番の bat っていうのは、しかしっていう意味。bat。しかし。な。二番、so っていうのは、だからっていう意味。だからっていう意味な。 で、or がバ or、バス or t r a i n バスか、電車かっていう意味な。train or。何々か、何々っていう意味。で、4番、also っていうのは、何々も、みたいな感じ。I also go to school って言ったら、私も学校に行くみたいな感じで使うね。or、覚えとけよねここで。次。2のカッコ16やったね、今日。 が、女の子が、Is this your new computer?It's nice. やったな、今日いっぱい。This is やったよな。これは何々ですよね。This is your new computer やったら、これは your あなたの new 新しいコンピューターです。ってうな This is your new computer. で、これは、is と this と is が入れ替わって、Is this your new computer? 聞くとき、疑問文にするって言うねんやけど、そのときは、this と is が入れ替わるねん、こういうふうに。is this your new computer? これはあなたの新しいコンピューターですかって女の子が聞いて、it's nice, <S いいねって言ってるな。で男の子が、yes, はい、そうですの後に一言言うねんやけど、なんて言うか、やったよな、今日。一番、I'm hungry. 私はお腹が空いている。2番。I often use it. やったね、今日。often っていうのはしばしばっていう意味で。use ノートに書いたよな、今日。使うっていう意味な。で、it っていうのはそれっていう意味だから。I often use it で、私はしばしばそれを使います。って意味な。3番。you were at the library.Library 覚えてたよな。many books たくさん本があるところ。図書館ね。 at the library, 図書館で、図書館にっていう意味だから、you are at the library で、あなたは図書館にいますっていう意味な。で、4番、you are good。あなたはいいね。いいね。みたいな感じ。じゃあ、この問題を見た時に、is this your new computer?it's nice. これはあなたの新しいコンピューターですか ?it's nice. いいですね。って聞かれて、 男の子は答えるのは Yes! はい、そうです。2番の I often use it。私はしばしばそれを使います。新しいコンピューターを使います。が正解やから2番な。ここで出てくる単語を覚えとくんやで。You are っていうのはあなたのっていうな。You are new computer であなたの新しいパソコンという。You are あなたの。もちろん This is これは何々です。覚えとくんやで。This is 他は、often, しばしばっていう意味な。で、use は、使うっていう意味な。use えー、こういう単語いっぱい、新しいのが出てくるから、しっかり覚えていきましょう。単語いっぱい覚えるのね、あの、英語力どんどん上がっていくから、新しい単語、どんどん覚えていこう。次、17番やったね。girl、女の子が、Hi, I'm Jane. 私はジェーンです。Are you a new student? こう聞いてきて。Are you a new student? あなたはニュー新しい student 生徒ですかここも You are a new student って言ったらあなたは新しい生徒です。けど You are が入れ替わって Are you? 聞くときは Are you a new student? これであなたは新しい生徒ですか って聞いてきはって、そう聞かれたら、男の子、ボーイが、なんて答えるか。1番、グッバイ、さよなら、冷たすぎるよな。2番、Yes, I am, はい、そうです。私です。新しい生徒です。っていう意味ね。3番、No, it's not here. それは、ここにはありません。4番、I play tennis. 私はテニスをします。さあ、じゃあこれで答え入るのは Are you a new student? 新しい生徒ですかって聞かれたら2番の Yes, I am. はい、そうです。が正解やから答えは2番。二人とも正解でした。<noise> 単語。student 覚えとくよね。生徒っていうな。student。student っていうのは生徒で。次18番。少年が、ボーイがこう言ってるな。I can't find my English textbook, ma'am. やったよな。 can, I can do it, と I can't do it.can はできる。can とはできないから ,I can't find my English textbook n o u からお母さん、私は English textbook。英語の教科書を find っやったよな。見つける。見つける can't ことができませんって男の方が言ってんねな。I can't find my English textbook n o w お母さんに言ったら、マザー、お母さんが、ポー、イッツ、ホニャララって言うんだけど、ここ二人泊まってたな。三番を選んでた。It's on your bed. on っていうのは何々の上にあから、your bed. あなたのベッドの上にありますよってこうお母さんが教えてくれてると。一番、five years old、五歳っていう意味やねな。five years old、五歳。おかしいよな。 お母さん。英語の教科書見つからないって言ってお母さんが Paul, it's five years old. それは5年ですって言われたらちょっとお母さん頭おかしくなっちゃったかなって思うよね。違うな。2番。before breakfast。before っていうのは何々の前っていう意味で Breakfast っていうのは朝ごはん。だから朝ごはんの前です。Paul, it's before breakfast。Paul, それは朝ごはんの前だよって言われてもちょっとおかしいなお母さんってなるから違うよな。 じゃあ、やっぱり3番の p u l it's on your bed. ベッドの上にあるよっていうのが正解から3番な。4番、very fast.very 覚えてるよな。とてもっていう意味。fast, 早いっていう意味かな。p u l it's very fast. それはとっても早いよって言われても、教科書ないって言ってんのに、it's very fast. それはとっても早いよって言われてもお母さんにちょっとおかしくなっちゃったってなるから、正解はこの3番。2人とも合ってましたね。 次。これちょっとややこしいやつな。日本語を見て、私の辞書は机の中にありますっていう英語を、1、2、3、4の単語を使って作って、しかも1番目と3番目に来る組み合わせで正しいのを1、2、3、4から選ぶっていうちょっとややこしいやつ。でももうやったからやり方は覚えてると思う。じゃあどうやって作っていくか。私の辞書は、だから、 私のが来るよな。この中で私のっていうのは、前やったな。前。これが私のやから、一番最初に来て、私の辞書は、辞書。ディクショナリーやな。一番の。ディクショナリーっていうのが辞書やから、私の辞書は、机の中にあります。in が中やな。ありますが is やから。my dictionary is in the desk. これで私の辞書は in the desk. 机の中に is あります。これで日本語と同じ英語ができました。で、こっから1番目と3番目に来るやつ。1番目と3番目やから4と3やな。だから4と3の組み合わせをし示しているのはこの2やから 答えはこの2番を選ぶっていう。ちょっとややこしいけど。2人とも合ってますね。OK。この調子でやっていこう。次。その英語のレッスンはどのくらいの長さですか今日やったね。長さ聞くとき。もう、頭に、how long でくんね。長さ聞くときは。how long。これで、どのくらいの長さですかって聞くときは、how long きて、 is the English lesson になるよな。その英語のレッスンはどのくらいの長さですか長さを聞くときは一番最初に How long が来るから2と3が来て How long? その後に Is the English lesson?How long is the English lesson? やからここには2、3、1、4が入る。で、 1>, 1番目と3番目に来るのは2と1やから2と1の組み合わせはこの2番が正解っていうことな。えーっと、ここで覚えとかなかあかんのは長さ聞くとき。how long? この表現。これしっかり覚えとこう。長さ聞くときは how long な。だから how long? Is the English lesson. 英語のレッスンの長さはどのくらいですか ?How long is the English lesson?How long is Kajikun's English lesson?Kajikun の English lesson の,レッシュレッシュの長さはどのくらいですか ?How long? で、ね、長さを聞くとき。覚えとくで。How long is the English lesson? じゃあ、今日の復習動画はここまで。 今日もいっぱい新しい単語が出てきたので、しっかり復習動画見て、単語を覚えて、英語で知ってる言葉の数をどんどん増やしていくよ。じゃあ、See you next Sunday at my English class. Have a good day and goodbye.